これ紐がこう多分練習終わりだとねじれてるんで、これをまっすぐに直すっていうやってもらうと、こうスパイクの形とかも崩れにくくなるんで、これ意外とあんまりこうやってない人とかもいたりとか、スポーツショップとかで売ってるような形に戻してもらうとスパイクの形はちょっと崩れにくくなります。あとはこう練習前とかにこう緩めて締めるっていう動作を、それでこうよし練習やるぞっていう切り替えにもなってほしいなっていうのもあってやってます。なるほど、それ個人的なやつ重い、はい、ヤスさんの重い、はい、でもそれは届いてますよ。あ、本当、ありがとう。それでも伝えないと届かないよ